サインじゃない。それご飯のサイン。激しいね、きなこちゃん。うわ、激しいね。もしかしてこれ見せたら倒しちゃう？きなこちゃん。タッチした。ああ、ご飯の合図だね、きなこちゃん。ちょっとあんた食欲ありすぎじゃない？これじゃ体重3桁いっちゃうよ。ずいぶん食べるよね、きなこちゃんね。はい。もうよく飛ばすからね、また専用のサッカーボール買ってきたからね。ね。もちくんも食べたいって言ってるよ。ね、きなこちゃん。きなこちゃん食べてるから、おもちくんも食べたいって。はい。おもちくん、てってれれー、てってれれー。はい。はい、オッケー。おもちくん入ったよ。もちくん行くよ。行ったかな、おもちくん。嬉しいね、おもちくん。てってりりー、てってりりー。はい。ね、おもちくん。あれ、ここ曇りがいっぱいあんな。おもちくん。ちょっと拭いとこう。ね。ね、いつもこんな感じでご飯食べてるんですけどね。昔使ってたやつまたこれ買ってきました。100均のセリエで、セリアだっけ。ね、このサッカーゴールがないと飛び散っちゃうんだよな。うん、お待ちくん、あれガラス汚れてるね、お待ちくん。ね、ピンピン飛ばすからご飯がこんな中入っちゃってんだよ、お薬の中に。おもちくんよく食べるね。うん、これ新しいやつ売ってたね、これ。そういえばセリエ、セリアだっけ、どっち忘れちゃったけど、うん、なんか書いてあるかな、ここに書いてないね。手ぬぐい風タオル、ぬいぐるみインコから、や
やっぱ買っちゃうよね、どうしてもね。ほら、この人、この方が乗ってらっしゃるね、ね、もちくんね。なかなかもちくんグッズは売ってないよね。もちくんってなると近いのは文鳥さんになっちゃうもんね、おもちくんね。そうなんだよね。結構ここってグッズ多いんだよね。そういえばどんどん増えるけどね。お、きなこちゃんのオレンジチーク発見。ほら、きなこちゃんのオレンジチーク。